高齢者を狙った特殊詐欺の被害を防ぐ取り組みです。警察が犯行グループ役を演じ、お金を騙し取る手口を再現した寸劇を披露しました。全国銀行協会の相原と申します。先ほど警察の方から私たちの方に連絡入ったんですけれども、すぐに担当者を向かわせますので、キャッシュカードを用意して家でお待ちいただけますか。島田市の公民館で高齢者およそ30人に寸劇を披露したのは、島田警察署の警察官です。警察や金融機関など複数の立場を名乗り、キャッシュカードを騙し取る犯行グループの手口を再現しました。今封筒に入れたキャッシュカードなんですけど、封筒を封印したいもんで、はい、印鑑を持ってきてもらいたいんですけど、印鑑ですか？ここで偽物にすり替えれば完璧だな。島田警察署管内では今年に入り、高齢者がキャッシュカードを騙し取られる事件が5件発生していて、総額で400万円を超える被害が出ています。自分自身絶対騙されないと思ってたけど、今日の寸劇を見てあれでは騙されると思いました。自分の身は絶対明かさない疑う気持ちをいつも持っていようと思います。